はい、どうも僕です。ということでね、今回もドラゴンクエストライブズやっていきましょう。ということで、今回はグラクロということで、タバサを合わせた3回のグラクロ、そして新たに追加されたマルチロの4ダメージ十字攻撃、合わせて19点分のグランドクロスのダメージを与えていって、その他極楽鳥やオードラキーといったカードで6ダメージ以上与えることによって、最終的にグランドクロスで決着をつけることができるようになっております。スーパー天竺でグランドクロスをサーチできるようにもなっておりますので、意外と使えるようになっているのではないかと思っております。それでは早速やっていきます。行きましょう。レッツゴー。よし、やってこう。ここ。そしてカードは、フォース大進化スーパー天竺ベホイミ。おーっと、ベホイミどうしようかな。ベホイミだけ交換でいくかな。で、フォースはでも持っておきたい。いや、でもベホイミ持っていくか。うん。ちょっと悩んだけど、まあ、ベホイミもまあまあまあ、はいはいはい、ロト。であれば、いいんじゃないか？さあ、フォレストドラゴン。とりあえず、電子アップでターン終了で。で、これ、一回回復使っていっかな。相手が攻撃してくるから。で、一見ね、必殺技使うから、テンション貯めておきたいんだけど、ただ、フォースがいるから、まあ、別に使っても、まあ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 、それも、それでいいんじゃないかな、みたいな。はいはいはい、精霊の矢いいっすね。まずは回復 C のテンション上げのタバサ使ってターン終了で、次のターンフォースかスーパーテンツク使って、どっちがいいかな。フォースかな。一回フォースでこれが何になるか見てみたい感もある。さあ、プチマージスタッツが完全に同じなんだよな。いやでも、相手攻撃手段があるから、おお、来たヤンガス。一旦スーパーテンツクでグラクロ引いて、そうだね、まあそんなに今テンション使うべきタイミングではないから、まあ一旦相手の、はいはいはい、いいっすね。相手の動き見て、どう動くか。見極めるっていうのもありかもしれない。すごいフェイスくるじゃん。回復できんのにすごいフェイスくるじゃん。あー、どうしようかな。であればまあ、この子たちは放置でベホイミ回復して、これで MP 上がるから、はいはいはい。で、ここでフォーズ使ってグラクロ用に上げておいて攻撃してターン終了。これがいいかな、一番。で、予想っていうか、何？今後の予定としては、グラクロ3枚からの、なんだっけ、あれ。やばい、名前出てこない。あれ、なんだっけ。まあ、グラクロ打ってくれる人？で、合計、19ダメージだから、一応、6ダメージ分は自分で稼がないといけないから、どの道で、てか、気づいてなかったけど、魔族の騎士、一番最悪じゃん。あ、まあ、復活しないから、いいけども、そうか、あんま良くないな。そして、相手はここ何もいないと。あーん。いやー、グラクロ使いたいけど、プチマージだけか。もう一体くらいいて欲しかったな。ここ、相手のヤンガスあるか。ここ、相手のヤンガス。別に急いでないし、ここヤンガス使ってもいいかな。ヤンガス使って。ジェシカ、燃やすのだけは勘弁するでです。でしゃー、燃やさないで。そして、あー、悪くない悪くない。ニコスにしてはいい方。まあ、プチ回しだけじゃ取れないけど、まあ、ここ2枚使ったら取られちゃうんだよね。まあでも、ここでグラクロ打つのはちょっと良くないと思った。うん。まあ、ヤンガスは3コスだから、普通にね、何？ 3 コス3、4。というヤンガスの存在を無理やり取らせると考えたら別にね、今後のこと考えたら、まあ悪くはないんじゃないの。オッケー、ベビーパン。
できればヤンガス無視してほしいけど、いやこれはあれか、テンションと王女救出で取られる感じか。まあでもそれでプチマージが無視してくれんならそれはそれでいい。あー取ってくるよね。いやグラクロが、グラクロ打ちにくい。もう一体出してくれたな。いやでもグラクロケアされてっかなこれ、もしかして。デミーラー、うわー打っちゃうか、もう一回打っていっか、うん一回打ってで5ダメ与えてしっかりと、でここ一回上げよう、優しき祈り、そこが重要で、レベル2になる。で、しっかりテンションも上げつつ2ダメ与えてターン終了。まあでも全然ね、相手としたら、あ、来た来た、14だから、これで、やりたいところまでダメージ与えたから、こっからあとはグランドクロス1枚引きの、タバサでもう1枚引いて、最後に、名前忘れたけど、名前忘れたけど、あいつを出して、ククールの因縁の相手を出してっていう流れかな。さあメーラーミは全然 OK。 そうだな、7コストになっちゃうのはミラクルソードで取ってもいいんだよな。さあどうするかな。あーならば精霊だな。いや待てよ、ここ使ったら2コスでしょ、残り5コストだから。いやここミラクルソード、フォレストドラゴテンションアップ、これがいっか。リカードもしっかり1枚引いて OK ピッキー、まあこんなもんかな。うん、さあこれでもうすぐレベル3になるから、そこでグランドクロスを引けばこのテンションでまた5ダメ与えるっていう流れができるね。それがやりたい、普通に。もうそれで勝ちたいくらいだもん。うわぁ、面倒だけど、あぁ、面倒だな。ここじゃないもん。1体しか倒せない。やってくれたな、おい。やってくれたな。まあ、とりあえず1回ニードルラッシュ？いや。あーん。まあ、ここでいっか。これで精霊の矢で取って1枚ドローで、レベル3になるから2度ダッシュが2コスになると、とりあえず1枚ドローして、ああいいっすね、これはいいっすね。で2度ダッシュ使って1体倒す、できればこっち OKKKKK、 ありがとうありがとう、王戦錦からのスーパー天竺だしのシーゴーレムで守ってターン終了。オッケー、来てる来てる、これは来てる、かなりいいぞ。さあ行くわよ。さあゴーレム VS ゴーレム色違いなのにこんなにスタッツ違うことある。まあ、言うても8と9だからあんま変わんないのか。こいつが強すぎんだわなだって5コス54と3コス26って。さあメラゾーマ、あー嫌だけど、まあそこに使わせるのは全然あり。で、はいはいはい、まあでもここはグラクロを打ってしまえばいいだけのお話。俺のターンだ。とりあえず一旦これ見てみようか。まあ別にグラクロは打つけど、あーオッケーオッケー、まあグラクロ打ってグランドクロス、でまあささやかな2ダメを与えてでターン終了。いいっすねー。7相手 HP 残り7だから、いやあいつが来てくれたら、うわーもうさ、すぐそういうことすぐそういうことするじゃん。まあいいけど、
グラクロを放てばいいだけのお話だけど、いやでもテンションが足りないからな。どうするかな。いや来ないか。とりあえずテンション貯めるまでは何もできないから、チクチク削るか。こいつをくれ。で一回 H 使ってどんなもんか。あ、オッケーオッケー。手札にさえ来てくれればモチベーションが違う。ここはじゃあオードラキだしの極楽鳥出して、オッケー、ターン終了。これで着実にテンション上げて、まあ、最終的に5ダメ与えて、まあ、できることならば、もう一体のグランドクロス放てる子に放ってもらえれば、もう最高よ、それは。あー、メラゴー。まあ、ただ相手的にはもう HP 少ないから、こっちを完全に除去してくるんじゃない？そうだね。はいはいはい、いいんじゃないですか。ただグラクロの、あーというわけではなかったまあここ来たけど、グラクロのスノーホムンクルスは別に取んないと。グラクロケアがなってないね。あれ、ちょっと待って、相手いつ、あ、そっか、極楽鳥か。いつ HP 減ったっけと思ったら極楽鳥で減ったのか。はいはい、いいっすね。で回復もできるから、もうこれテンション上げてさえしまえば勝ちよ。俺のターンだ。さあ極楽鳥いいね。とりあえず回復もしたいからベホイ見つかって、もうこれ時間の問題よ。さあニードルラッシュ来たけど、とりあえずミラクルソードでこいつ取って、でニードルダッシュで一体取る。いや、メラゴだけはやめて。おお、まあ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 悪くはない。でオルゴでミラ出してテンション上げてターン終了。あ、まあ極楽鳥でもよかったか。まああんま変わんないけど、オルゴでミラの方がまあ相手は油断するんじゃないかな。さあ、あー、はいはいはい、まあいいよ、全然オッケー。まあ次のターングランドクロスでやられるとも知らずに。いやー、やりたかった動きができて素晴らしいね。いや、できればあの子に来てほしいけど。あー、来ないか、さすがに。まあ仕方ない、ここはグランドクロスで決めてあげようか。グランドクロスで5ダメージ、大戦ありがとうございました。グランドクロス